皆さんこんにちは。期間工って知ってます？皆さん期間工っていうのはね、まあ何でしょうね、短期雇用でねめっちゃ稼げる工場のお仕事、まあ具体的に言うのは自動車メーカーで働く、あの現場のね仕事をする、車を直接組み立てる人たちのことを指すんですけど、私期間工の採用をね結構やってました。毎日の面接してたんですけどね、本当忙しかったんで、その採用を毎日しなきゃいけないという状況で、毎日の面接に駆り出されてですね、非常に疲れたっていうね、今日は体験談をしていきたいと思いますので、やっぱりね、期間工というのはね、採用基準っていうのがやっぱり難しいっていうかね、その採用基準上げすぎたら取る人いないんですよ。で、下げすぎたらやばいの入ってくるっていう、そういうさじ加減が非常に難しい、実は採用で。まあ、取るんですけどね、もうほとんどの人を、期間工の場合は、応募してきたら人いなかったら取るしかないんで、生産に必要な 人員っていうのは必ず決まってるんでね、一定数。それを取らないことには、叩かれるんでね、現場から人事部が。なので、取るんですけれども、まあ、期間工の面接というのは結構本当にハードでしてね、アイデムとかでね、わーっとこう、募集をかけてネットとかでね、もう電話が来たら全部取る。最近はあれですよ、サポートセンターとかできてそこやってくれてるんですけど、昔のね、その当時の何十年前のね、その期間工採用って言ったら、もう電話を取ってね、直接面接をね、自分で日程調整してね、他の業務もある中、パン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 入れていってね、で、やっていくっていう、そういう時代の私は面接官だったんですけども、まあもう最近はね、ダイハツとかトヨタもなんか、ね、期間工採用のサポートセンターまでできちゃってね、なんか楽しそうなって思いながら見てるんですけど、まあそれでですね、やっぱり期間工のね採用というのは本当にね、でも今までも別にそんな変わってないみたいですね。結局採用ハードルっていうのはなんか結局人が足りひんかったら生産ができないっていう弱みもあって、とにかく取るっていう採用をとりあえずしてしまうっていう感じになってるみたいで、まあなかなかこう今も昔も変わらないっていう感じがね伝わってきますね。で、まあ期間工ですね、もし興味あったら他の動画でもまた話してるんですけど、ぜひ応募してみてください。